Hello, 俺から始めてグーフリースター、今から始め、俺から始め、俺から始め、じゃあ俺から始め、ちょっと待って、うん、Yeah、うん、Hey, picture me rolling、マックのビートに乗って今日もリットな動画をするぜ提供、大事なものだけ見つめてきたら、とうとう俺らもここまで来た。これもヒップホップドリーム、まっすぐまっすぐ頑張ればいい、アンチなんかうせろビーチ、頑張ってるハスラーに送るピース、送るピース、送るピース、送るピースよ。新ペータさん、はじめまして。俺はマジで真剣な人間さんよ。新ペータさんに届けるこのフリースタイル届け。俺の気持ち届け、いつまでも世界に響けこの気持ち。音に乗り、音に乗り、全然 ride on、 ホッパホッパなんだ street よ。Yeah. 音に乗り、いや、もっとノリノリを取り込み中、隣にはもはそれから混ぜんと心配、他と混ぜると危険だぜこのコラボレーション。そうそう滅多に見ねねえし止まらねえぞ、ドアを開けてまたセッション解決するみんなのクエスチョン。Yo, feature me rolling、 見ての通りみんなストーリーできねえストーリー、ノーリーに焼き付ける今日の動画、みんなよろしくな高評価。 Yo God damn you、 oh God damn、 これがプロか。あの俺のところ全部カットでいいか。レベルが違いすぎた。やばいね。やばかった。今日は新平田さんコラボです。 Yo 新平田のぜぜぜ、よろしくお願いします。今日見ていく動画が R指定 VS 新平田っていうことで、ついに R 指定、ついにモハブログ初の R 指定です。長いよこれ。そうです。なので今回2本立てで、ね、2本立てでお送りしていくんですね。豪華だね、豪華だね、はい、これみんなやっぱり伝説のバトル、伝説のバトルっていう噂は聞いてるんですけど、うん、いやでももう12年前なんで、今見たらそんなにすげえなとか、うん、ぶっ飛ぶなってないかもしれないけど、まあ、当時としてはすごいライブの打ち合いみたいなバトルだったのかな、ね、12年前だよ、12年前だから。俺ら運動会してたよ。俺めっちゃ走ってた。めっちゃお前リレー選手だった。めっちゃ走ってたから。足速そうだ。この時27ぐらいですかね。うん。新平田さんのキャリアっていうのは何歳からスタートしたんですか。大体18歳ぐらいから本格的にラップやってて、うん、まあ、20年ぐらいやってるから。俺の年と同じぐらいやってるから。そうだね。確かに。やばいっすよ。20ぐらい年下の子となんかを一緒にやるってなかなかないでしょ。普通の世界だったらあんまりないんで。実際フリースタイルとか MC バトルになると。本当何言っていいかも全然わかんないもん。カルチャーも違うだろうし、見てるアニメとかそういうのが違う、全然俺それわかんねえっていうのでもうお客さんはバッチリ湧いてたり、あもうナルトとかは見てないみたいな。ドラゴンボール、ワンピースももう最新のは全然わかんないよっていう。昔のやっぱ MC バトルって今と変わってたりするんですか。20年前は全然違った。8小節って区切りもなくて時間1分とか、1分ラップしてカンカンって止まって次の人がまた1分やるみたいな。 US に近い感じ、うん、なるほど。もうでももう2010年ぐらいはルールも今と一緒だし、8小節4本で基本的な違いはないかな。今みたいにいろんなビートがかからなかったな、ヒップホップビートしかかからなかった印象があるんですかね。なるほど。メモちょうだい。今勉強だよ、有意義すぎる。お待たせ、ラップを書くのでパンダ、グローブ取ってパンダ、客寄せパンダ、つまりこの大会の大ブーの目、俺に勝ちたきゃ言うわ、バイフンドケー。いや、たかが東京予選で優勝したぐらいで男泣き、低すぎんじゃねえか志、それじゃ振り向かねおののこまちファイ。俺ら初めてこれで R 指定を見たんですけど、はい、刺すね、刺す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 、めっちゃ鋭く生きてきますね。この時彼は18歳ぐらいだ、一番口が悪かったぐらいの時期じゃないの。この時27歳ぐらいの新平太さんからしたら結構生意気な感じだった、うん、そうそうそう。でもやばいのはもう噂で知ってたんで、10代だけどクソやばいっていう、いやすげえな、ちょっと
やばいね、歴史だよね、歴史だよねこれ。サビじゃねえか志、それじゃ振り抜かねえを守ってばっちゃん。ええよ黙れそこのガキ、何がわかるか、男らしいつか男泣きつか倍の倍踏んでやるぜ、見せる敵愛の違い、ライムのどつき合い出すでしょ、不自愛お前がそいつはマイカ特技かい、特にないお前の印象、お前は俺には勝てない印象。うわうわうわ、大したこと言ってないと思いますよね。このなんかこのリズミカルっていうか、なんていうんですか、この音に乗ってる感じ、うん、俺さ、なんかワンチャン今後 MC バトル出ようかなって思ってたけど諦めた。ちょっと猛者がいるよね、猛者たちが。それに諦めた。諦めた方がいいよ。あと俺一個気になったんだけど、マイク上からぶら下がってるんですね。この時はそうだったね。なんかちょっと PV っぽいというか、バースはその場その場で組み立ててるんですけど、もう結構言われたこと、これは一番最初の黙れそこのガキっていうのも、なんか男らしいとか男泣きって言われてたのにライムで返して、で倍の倍、ほら勝ちだけ倍踏んどけって言われたから倍の倍踏んで見せる気合いの違いみたいな、フリースタイルでアンサーを入れるのには結構こだわってるという。確かオーソリティと戦った時だったと思うんですけど、うん、新平太さんが結構気迫込めて気合いの近いって言ってたじゃないですか、うん、あれめっちゃ好きなんですよ。みんなに見せる愛、この気合いの近いスタイル。なるほど、それで今これでも言ってた、言ってるね、今言って、それで今思い出したんです。お前は俺には勝てない、一生一生とかキーポーンとかお前優勝って泣いてマジで好印象、ここで勝ったら本当に泣いてもいいっしょ、それじゃないか踏み出せね、始めろ一歩。分かってんのか、おめえは本当に自己紹介文から溢れてんだ、ナルシズム、こんな雑魚必ず沈む、口下ろせえらいが役目ずる。最後に勝つのはアニメと一緒、こっち初めの一緒、おい相手がどこの街でも一緒、マジヘも一緒、通過髪をカールしてアールして、何ラップしてお前の悪口は聞き飽きてるし、中身ないすぎるマジな話だぜ、カルウィって。やっぱ結構刺してますね、全バース共通して、うん、もうぶっ殺しに来てる。それはそれですよね。そう、あの時のあるして、完全にもう後でどうなってもいいって、そう思ってる。これで18歳でしたっけ、うん、バイな、ここまで悪口言ってくるやつとかいなかったけどねみたいな。でもそれも彼のスキルと合わさって大きな特徴だったっていう感じなのかな。結構ムカつかないですか、この時は。ムカつかなかったな、もうそうやってくるであろうことは知ってたっていう。なるほど、まあ、後から見たらめちゃめちゃムカつきますから。ムカついてる場合じゃないみたいな。冷静に返すことだけ考えなきゃっていう。そこで取り乱したら持ってかれるっすよね。うん、持ってかれる。ちょっとおもれえな。おもれえな。おもれえな。長いよ、これ。全然進まない。大すぎるマジな話だぜ、カルウィって。あるしてとか、ラップしてとか、バックしねえとか、アプリケとか、誰でも踏める意味は、てかおめでたくせ。クサすぎるラインが引き割りなっと、ぶちかますこいつに右ロリアット、いきなりやっとして何キリキリマイナット、お前の頭の夢をキリキリに作りたいにカット、お前もアンサーがねえな、対戦相手に感謝がねえな、お面とコペル揃ったとこで俺と落ち葉には勝てねえや、俺のやり方10年一生言ったらやるぜ、有言実行、これで最後よく見てる、100万に帰る10円一個あっちで。おお、まずなんか刺さった。いや、もう刺さったところでずっと刺さってるんですよ。もう14分間ずっと刺さってるんですよ。永遠に刺してるじゃん、まあ、変わらず自分のペースで刺し続けてるじゃん、うん、全然ひるんでないから、1ミリも。まあこれがキャリアの差なのかもしれないけど、10年の違いって言ってたから、一回なんか俺も修行してきます。マジでなんかちょっと出たくなってきた、俺もそわそわしてきた、なんか。そっち俺諦める側だから。でもこのバトル見てバトル始めましたとかはすごい言われたな。あいや、でもこれもし俺がこの時18歳とかで見てたら絶対初めてです。うん、遅くない、まだまだ遅くないですかね。遅くない、まだ遅くない。あっちで踏んで、こっちで踏んで、あっちで踏んで、もう飽きてくんぜ、そんなスタイル憎むだけならチッタじゃなく行けよ代々木公園、 B-boy バックレベルも面白くて、もっとこうやって本当に乗
って脳に情熱でこそ注ぎ込んでドイローゼ生理前の女子高生。俺は b ボーイパークの生き残り、まるでマッチョ耳元に俺は上手くなる機能よりだからこう呼べ機能通り今日勝つために生まれてきた、今日勝つために立ち上がった、今日勝つために負け続けた、俺が新兵だ、それがわかるか。いやこれ勝ちましたよね、さすがに。キャリアの、キャリアの違いが。キャってないんですよ。キャってない。キャってないの。まあ、それはこの長さ見たらわかるんですけど。これキャってないの。これでキャてないか。気迫がすごかったね、最後の。うん、で最後の一本以外はもう、R指定の方が印象強いというか。あうん、そういう判定になったんです、うん、いやこれは負けたかなみたいな、それかまあギリいってるか、手応えはそんなになかったってことです、うん、これ観客判定ですよね。観客判定、これ絶対ね、みんなどっちにも投票してる思ってるんですよ、これ僕ともは毎回これなんかこの「はーい」ってあげるじゃないですか、「おめえ」って、うん、みんなどっちも言ってるんですよ絶対もう一回見たいからもう一回見たいからあるよ、ね、もし俺がそこ座ってたら俺どっちも言うっす、ね、俺も言うどっちも言うダメだからねダメだよ、みんなダメだよ R して気迫やばい、狂気に見えてきた途中から途中からマジでそう、マジでガチで勝ちひたすら切りつけてくるから何こいつって感じでしたこの後楽屋とかで会うっすもう普通なるほど、始まる前もすげえ普通だったし、マイクも変わるみたいな、いいね、それなんか本当スポーツみたいな。ということで、シンペータさんと一緒にこの1試合目見たんですけれども、ちょっとレベルが違う、レジェンドとレジェンド、 R 指定初めて見たけどやばいし、シンペータさん気迫強すぎるし、うん、もうハートのみみたいな勝てるところハートしかねえってそれででもシンペータさんあんまりちょっと手応えなかったって言ったから、うん、確かにちょっとその続きはまた次の動画で、次の動画で R指定対シンペータの3回戦見るので皆さん次の動画までお待ちください。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。ありがとう。